とにかく楽しい会社でしたね。それ恐ろしいことがなかったらね。石綿は俺の体をめちゃめちゃに壊した。私の家までこの三好関連の本人が毎日毎日あそこへ勤めに行ったあなたが悪いのと、だから戦乱の人は死んでもいいんやって。アスベストは恨みますし、言わんかった国に対してもすごく恨みたい。裁判したても勝つことないわよ。国の方が強いもんって言って。いつ結論出んのやろ。来年、再来年の春。そんなにかかんない。頑張ってよ、はい、弁護士としてはね、本当に裁判官にこれ見てほしいと思ったんです。苦しんでるとこをビデオに収める心を鬼にして決めたんや。被害者がいる以上屈するわけにはいきません。1年かかるんか3年かかるんかわからない。長い裁判になったな。そうやな。つい最近まで韓国で最高がね行われたと聞きました。驚きました。パパの苦しみの20年ずっと見てきた。生きるよ。これよりお詫びを申し上げたいと思います。厚労省というのは国民の健康のためにあるんだろうが。首相官邸に行きたい。年末にまた一人亡くなりました。我々行かせていただきますよ、はいね、いやいやそこじゃなくてここ行かせて。いやいやもうここは。じゃあこれはもう私は行かせてもらいます。ダメ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 。壊ないでください。聞けるでしょ。